あった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 あいた先生、こんにちは。もう内ももと前が痛くて、もう先生これ一丁治らんとですよ。薬ば飲んでもようならんし、どがんしたら治りますか。大丈夫ですか松尾さん。でもそれ後ろじゃなくて前内側のしびれでしょ。それもしかしたら座骨神経痛じゃなくてあの神経のしびれかもしれませんよ。本当ですか。はい、整体院復科院長の松尾です。副院長の松尾です。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございます。今日はですね、今やりましたけども座骨神経痛ではないですね、似たようなしびれ、足のしびれってあるんですね。それを大腿神経、まあその中でもですね副座神経っていうんですけど、その副座神経から来てる足のしびれの可能性があるので、もしかしてあなたが座骨神経痛っぽい症状があるんだけど薬飲んでも治らない、座骨神経痛のストレッチをしても治らないっていうことであれば、もしかしたらあなたに合ったストレッチをですね今日は手に入るかもしれませんので、ぜひ最後に見ていただければと思います。ですね、でまあ結論から言うとですね、座骨神経痛ってね、まあなんか足のしびれイコール座骨神経痛って言われるんですけど、もうはっきり言って座骨神経だけじゃないんですよ、この足にある神経っていうのは。でこの辺に多分今出てきてると思うんですけど、座骨神経っていうのは確かにこのお尻から出てる神経であればですね、一番でかい神経になりますし、そこから脛骨神経、腓骨神経って形で、まあすごい足全体の神経ですね、足のお尻からも足先まである神経を司っています。だから、まあ、しびれイコール座骨神経痛っていう風に言われてるんですけども、それ以外にもこうやってね、座骨神経っていうのは後ろ側を通ってますですけど、これ以外にも前側ですね、前側を通ってる神経があって、これをね大腿神経、大腿神経、今どん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 って出てると思います。大腿神経っていうものがあるんですよ。でこれもね結構太いですし大事な神経なんですよね。でこれはまあ簡単に覚えてもらえた、後ろ側は座骨神経、後ろ側外側は座骨神経、前側内側は大腿神経の支配領域、まあ支配領域っていうのは、まあ、その皮膚の部分を司ってますよと。だから前側内側ですね、足の前側内側にあるしびれであったり痛みであったら、もしかしたら大腿神経から来てる可能性があります。で結構うちのね整体にも来られる人で、この座骨神経痛って診断されましたって来るんですけど、よく聞くとこの内側がしびれてる、内ももとかがしびれてて、いやそれってもしかしたら大腿神経からね出てる副座神経ってやつかもしれませんよと、まあ、大腿神経かもしれませんっていうことをね診断させてもらって、まあ、診断というかね、まあ、言わせていただいて治療したら、まあ、改善しましたって人も結構いるんですよ。でなので今日はですね、まあ、ここの図にも書いてる通り、大腿神経から発生していった、発生した、つながっている副座神経、内もも、太ももの前側、ここのですね、しびれの改善方法、これをですね、紹介していきたいと思います。じゃあですね、ちょっとあちらで実際に紹介をしていきますので、移ります。はい、ということでですね、実際に紹介していくんですけど、大腿神経っていうのをね、構造からちょっとだけ紹介します。ね、意味を知るだけでやっぱ違うんですよ。このストレッチなんでするんだろうって思うより、あ、これをすることによって効果あるんだ。これを知らないと、やっぱりね、改善していかないんですね。だから、しっかり知識をつけてください。難しくはないです。簡単に説明します。で、神経っていうのはね、基本的には後ろ側、さっき見たように座骨神経痛が、座骨神経が後ろ側。で、前側、内側っていうのは、この前から出てくる大腿神経ってやつですね。で、大腿神経はこういう風に出てきて、内側に行くときに副座神経っていう名前が掲げます。でも、大腿神経が、まあ、ちょっと道が分かれた、まあ、国道1号線からですね、発生して、国道256号線とかね、あるじゃないですか。あんな感じで派生したんだと思ってください。で、256号線のことを副座神経。で、この大腿神経は国道1号線です。ですね。わかりやすい。ですね。で、この256号線。わからなかったですね。この副座神経ってやつが、この内もものところを支配してますね。だからここが、副座神経ってのがちっちゃくなったり、こうなんかな、こう、狭まったりとかすると、内側の内、太もものしびれ、内もものしびれが出てきます。で、
これでですね、どこの筋肉っていうのがこの神経を圧迫しちゃってるのかっていうと、これはですね、この内転筋という筋肉です。内転筋で、これはですね、内側についてる筋肉で、これちょっと難しい話言うと、ここに恥骨筋ですね、恥骨筋、腸内転筋、胆内転筋、大内転筋で、内側に白筋で、ここに方向筋ってあるんですけど、この方向筋っていう筋肉と恥骨筋っていう間に大腿神経、副座神経っていうのが入ってきます。なのでこの内転筋っていうのがね、めちゃくちゃいっぱいあるわけですね。この内転筋硬くなっちゃうと、こういうふうに神経を圧迫しちゃうんですね。ぎゅーっと圧迫しちゃいます。なのでこの内転筋を緩めていくことによって内ももの痺れ取れてくる可能性高いので、今日はそのストレッチ方法、まあ自分でね改善する方法を紹介していきたいと思います。はい、じゃあですね、実際やっていくんですけど、これすごく簡単です。やり方は簡単で、まず皆さん今回ね、じゃあ右側でやっていきましょう。右側でやっていきますけど、簡単でこういう風にあぐらをかいたような姿勢になってください。あぐらをかいてくださいですね。で、この姿勢の状態でちょうど太ももの真ん中ですか、上側と下側のちょうど真ん中です。上と下のちょうど真ん中のところをこういう風にするとコリコリしたのがあると思うんですね。で、場所はちょっと股間に近い場所ですですね。だいたいこう太ももがあったら、これ4等分ぐらいしてもらって、ちょうど この鼠径部に近い4分の1の部分、このあたりを上下に動かしてもらうとコリコリした筋肉があると思います。これがですね、まあ、内転筋ですねっていうものです。で、これをですね、まあ、簡単で、これ親指でもいいです、人差し指ね、こういう風にでもいいです、何でもいいので、まあ、今回親指でいきますけど、親指でこれを剥がすような感じですね。剥がすような感じ。なので内転筋で方向筋で、この間に神経がこういう風に親指ね走ってます。なのでこれを内転筋を剥がすように、真下に、上から下に剥がすように剥いていきます。なのでこのコリコリしてるものの上側からぐーっとマッサージする感じですね。で、こうね、股関節というか股の方に近づいていくにつれて硬くなるんですけど、これを全部こう剥がすような感じでゴリ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 っとやってあげてください。大体30秒間ぐらいですかね。ちょっと私と一緒に30秒間、まあ2分間ぐらい、まあ、一緒にこの動画と一緒にですね、やっていただければと思います。で、まあこれはですね、上から下にグッと剥がしていくんですけど、特に硬い場所がね、こうやってやっていくと分かるんですけど、特に硬い、なんか痛気持ちいいなっていう場所があるんですよ。そこが結構硬くなってる可能性があるので、こういう風にねやってると思うんですけど、こういう風に上からね、こういう風に移動させながらやっていって、コリコリしてるとこ10秒やって、次の10秒こっちでやってやるんですけど、まあ、大体全体的にですね、4箇所ぐらい、まあ、1,2,3,4 箇所ぐらいやってもらったら、大体ですね、あ、なんか、あ、この辺硬いな、痛気持ちいいなって場所が見つかると思います。で、そこを入念的にこういう風に緩めてあげてくださいですか。で、親指でやってると疲れてきちゃうので、親指と親指こういう風に合わせながらね、やってあげると結構楽にできると思います。ですね。で、痛気持ちいい場所を見つけたら、そこをブッブッブッとしっかり剥がす、本当に剥がす感じですね、剥がす感じでやってあげてください。グッグッグッと。で、コリコリしちゃうとね、痛かったりしますけども、まあしっかり上から当てて下にグッとグッと剥がす剥がす、剥がす、剥がす。ね、こんな感じでやってきます。ですね。で、もしですね、まあこれやってると思うんですけど、親指が疲れちゃうなとかなったら、こういうペンとか、ね、サランラップの芯とか、あのボールとかでも何でもいいです。こういうものを使って、また親指で押したところを、こんな風にグッグッグッと、ね、このペンとか使って押してあげても構いません。で、これはね、まあ、サポート効果というかですね、嬉しい効果もあって、足痩せですねとかむくみとか の改善にもつながります。で、さっきも言った通り、この大腿神経ですけども、神経と同じ走行で血管も走ってるんですね。で、この大腿神経っていうのも結構その血管と一緒に水分を運んでくれますし、
すごくね、この鼠径部のところっていうのは血流だったりとか非常に多いです。なんでこの辺りとかが硬くなってるね、内ももの辺り硬くなってくると、まあ、鼠径部、この血流量が多いところがちょっと止まってしまってむくみやすかったりとかします。なのでもしねむくみが多かったりとかね、する人だったりとかだと、まあ、ここやってあげるだけで結構ね、むくみの解消、足痩せ効果もありますので、ぜひね、そちらの方もやってみてください。で、まあ、大体、今、2分ぐらいですかね。2分ぐらいやったと思います。そしたらね、ちょっと左と右比べてもらったら分かるんですけど、まあ多分ね、硬さが違うのと、柔らかさ、なんかこう、下に押した時のバネ感というかね、伸び感が全然違うと思います。こっちはね、これをね、グッグッグッと入りますけど、こっち全然動かないって感じです。で、まあこの状態でやってあげて、あとはね、ちょっと片方しかしてませんけど、片方やった状態で足上げとかね、やってあげると、結構軽くなるんですよね。軽くなったりとか、なんかお尻のあたり、患者さんとかだと、お尻のあたりがふわっと楽になった、全体が緩んだ感じがするとか、言われる方もいるので、まあぜひですね、これを、本当に簡単です。あぐらになって、こうやってやってあげる。ね、あぐらになってやってあげる。で全体を、まあ、10秒ずつぐらいこういう風にほぐしてあげた後に一番硬いところを入念的にやってあげる、ね、全体を緩めていくような形で、ね、鼠径部の部分からちょうど内側ね全体コリコリしてるところをやってってみてください。はいですね。でポイントなんですけど、まあ、注意してほしいこととしては痛みを出しすぎないですね。痛みが出すぎちゃうと逆にこう内出血しちゃったりとかして痛みがひどくなっちゃうこと、筋肉が硬くなっちゃうこともあるので痛み出しすぎない、あとはリラックスした状態、ね、でやってください。緊張してる状態だと逆に筋肉が硬くなっちゃいます。なのでリラックスした状態でやってみてください。この2つ注意しながらやってみてください。はい、ストレッチどうだったでしょうか。本当にねすごく簡単にできるやつですけども非常に効果的です。ね、この内転筋ってね結構触ることないんですよ。で治療もやっぱりねこうどうしても陰部が近いので治療科の人も触りにくいですね。なんで結構ねこうのなんか見逃されてる治療ポイントになってるので、まあどこに行っても治らないとかね、今までストレッチいろいろやったけどなんか改善しないっていうしびれ痛みに関しては、まあこういう形で大体神経ですね、のし、ストレッチマッサージですねやっていただけると効果出るかなと思いますので、ぜひやってみてください。はい、ということで今日のね話ストレッチ良かったなと思えばですね、チャンネル登録、あとプッシュ通知のもねやってください。あとはいいねとコメントもいただければ、私の方で回答できるやつはね2人で回答していきますので、どんどんコメントの方もしてあげてください。よろしくお願いします。はい、ということで全く喋れなかった松尾先生、最後締めてもらいます。はい、なんで喋ればいいですかね。口下手ですね。はい、本当ですね。ですね、はい。いや、松尾先生、ね、一人でやってるとね、やりやすいですけど、はい、私がいるとね、私がめちゃくちゃ喋るから。はい、ということで、また喋りすぎちゃうので、今日はね、これぐらいで終わります。で、ほんとね、コメントとかで上げていただければ、そのストレッチ改善方法をやらせてもらいますので、どんどんね、皆さん参加型でやっていただければと思います。お願いします。はい。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。また見てください。